を教えてください。この質問に対する落ちる人、受かる人。私の短所は緊張してしまうと頭が真っ白になってしまうことです。就職活動でも面接で緊張しすぎてしまって、途中で何も言えなくなってしまって、今まで一社も通過していません。私の読みは少し慎重すぎるという点になります。しっかりとうまく物事を進めたいという思いから一歩目踏み出すのが少し遅くなる傾向がありました。そういった点を解消するために、現在ではいつまでにどういう状況にならなきゃいけないのかという期限と成果、何を出すのか逆算して行動に移すようにすることで短所を克服しようと取り組んでおります。